wanted to shoot my happening when it's going on, and I agreed. セルフオブリタレーションってそういったね、水玉が結局中に自分がうずもれていって、それで私が消えてなくなってしまって、それで結局そこには宇宙の広大な虚無の世界と消失の世界、そしてそこから来ることの増殖の世界と、それを入り混じった宇宙の法則の中に自分の一つの水滴が落ちた瞬間のように、自分はその中に永遠の生命力を求めて、そして制作にそれを入れて、その制作を結局デベロッピングして作品にしました。